佐々木貞子さんの兄正弘さんはこの日福岡空港にいました。おかえり。次男の裕二さんです。久しぶりの福岡への帰郷。親子が揃ったのはある映画の撮影のためです。親子が訪ねるのは福岡市に暮らすある男性。今日はね、真珠湾攻撃の際の生き残りの日本側のね、唯一の方とお会いして当時の話を聞いて。ありがとうございます。長沼はじめさんは102歳です。日本海軍の一員として真珠湾攻撃に参加していました。これがその貞子が入院してる時に折った折り鶴です。そうです。後でまたお話しします。小さな折り鶴。貞子さんは被爆から10年後の冬に白血病と診断されます。生きたいという願いを込めて鶴を折り続けましたが、12歳で生涯を閉じました。妹の思いを知ってほしい。正弘さんは国の内外で講演などを続けてきました。およそ20年前からは裕二さんも行動を共にしています。そして今取り組むのは貞子さんの思いを伝える映画の制作。メガホンを取るのは映画監督の篠原哲夫さんです。乗られていた戦艦は加賀という。そうですね。映画で描くのは原爆だけではありません。被害と加害を知ることが戦争と平和の真実を考えることにつながる。そんな思いから取材は真珠湾攻撃にも及びます。長沼さんが徴兵され海軍に入隊したのは開戦の年、21歳でした。その年の12月8日、世界最大級の航空母艦とされた加賀の乗組員として真珠湾攻撃に加わります。出撃する戦闘機に爆弾や魚雷を装着するのが任務でした。非常射撃をするかどうか、みんなば待ってね、初めて第一報が入りましてね、非常射撃をしているという。成功したと。それで笑ってもらいましたね。艦内は高揚感に包まれたといいます。アメリカ側の犠牲はおよそ2400人、対して日本側の死者や行方不明は60人余りでした。しかし半年後のミッドウェー海戦で加賀は沈没。長沼さんは足に大やけどを負いました。見てください。はじめさんはよう助かったですね。そうそうそう。仲間の方はやっぱり亡くなられたんでしょ、加賀に乗られて。お、亡くなったのが全部806名ぐらい。大怪我をした長沼さんはその後兵役免除に。終戦を迎えます。ね、本当に、思い出されるでしょ。そうでしょう。ね、もう亡くなったね戦友を思い出されるでしょ。ね、そうでしょうね。悔しさを覚えた日本の敗戦から77年、今長沼さんが願うのは平和です。やっぱそうですよ。当時の2人の旅は続きます。向かったのは福岡県八女市星野村。見えますね、火がね、
見られたことは僕初めてなんですよ。はい。静かに燃え続ける火、広島を焼き尽くした豪華の残り火です。雄二さんはこの火をハワイの真珠湾に灯すことを計画しています。それは撮影中の映画の山場になる予定です。その火についてね、星の村に火を持ち帰ったのは山本拓郎さんの父親でした。父達夫さんは星の村出身、3度目の召集で船舶輸送を担う暁部隊に所属していました。原爆が投下されたのは列車で竹原から宇品に向かう途中でした。黒子でなかったとか、本当に水ぶくれになったり、真っ黒になったり、人たちがこう、逃げてくる。それと、に逆らうように父は逆にしないようにしていく、そういう状態。全身を焼かれ、息絶えた数えきれないほどの人を見取り、火葬しました。そして任務の傍ら親戚を探したといいます。それは叔父の安家さん、父親を早くに亡くした達夫さんを可愛がっていました。安家さんは金商堂書店を営んでいました。爆心地から500メートルほどです。しかし行方は分からずじまい、9月には復員令が出ます。最後の最後の別れに、そのおじさんの家に行って、焼け跡を、まあ、その未練あったんでしょうね。もう何回も探したところだけども、地下室に降りていった時に、地面にまだ熱い、あれが残ってたんで、それで、こう、なんか、しゃがみ込んで、そこに息を吹きかけたら、ぽっとこう、炎が上がったんですよ。せめて、遺骨の代わりに火を持ち帰ろう。使ったのは出征する際祖母にもらったカイロ。中の炭の粉に火を移し持ち帰ります。そして安家さんを供養する火として密かに灯し続けました。父にしてみたら、もう本当恨みの日以外にはないという感じです。平和の日っていう感じになるまではもう戦後長い時間がかかって、叔父の命を奪った原爆の残り火、達夫さんの脳裏には焼け野原の惨状が焼き付いていました。歳月とともに薄れる戦争の記憶、一方で戦火が途絶えることのない世界、やがて平和について考えを巡らすようになります。自宅で灯し続けた火を平和の火として星の村に託したのは1968年でした。求めるのは憎しみを乗り越えた先にある和解と平和。佐々木さん親子が真珠湾に平和の火を灯そうとするゆえんです。真珠湾には貞子さんが作った折り鶴がすでに展示されています。折り鶴と原爆の火の背景や意味を考えてほしいとの願いを込めます。真珠湾と広島、日本の関係ですね、はこう本当にまだまだ計り知れないね、ものが思いがあるし、そこの溝を埋めるのってやっぱりこう、僕ら戦争知らない世代の役目なのかな、正弘さんは広島での映画撮影を心待ちにしていました。ワクワクしてるかな、今までにない話が聞けるかな。川崎さん、はじめまして。なんとなく
面影残ってますか。お父様に見てらっしゃるそうでしょう。広島市に住む川崎陽子さんは89歳。貞子さんが入院していた広島赤十字病院に実習で通っていました。そうでしょ、お茶目なお嬢さんでしたね。そうでしょ。入院して8ヶ月が経った10月25日容体が悪化し、家族が病院に駆けつけます。私が最後に聞いたのは、お茶漬けが食べたいって聞かれました。はい、は貞子さんは食べたかったお茶漬けを口にして間もなく息を引き取りました。お父様がね、貞子ちゃんの顔をね、カミソリ当てられて。あ、そうでしたか。それはね、お母さんですか。お父様がね、ちゃんとしてやりたいからって。お父様は美容師さんだったんですよね。そうですよ、美容師さん、ね、顔当てられたのが覚えてます。僕も最後だから、我が娘だからね、自分ができることはしてやりたいと思ったんでしょうね。そうでしたか。生きたいとの願いを託しながら折った鶴は千羽を超えていました。弱音やわがままを口にすることは一度もなかった少女は12歳で生きました。一番根本は心じゃないかと。今も戦争が現実に起こってますけど、これは国対国の戦争ってもうこれどうしようもありません。私たちができるっていうのは、そうじゃなくて民間のレベルで、心がそういう方やっちゃいけないんだよっていう、その思いやりの心がずっとつながれば、それで政府の方にみんなが声を、圧力をかけていけられる、いくという、そういう心をこう醸成していこうかと。戦争について知ることが平和を考える第一歩。貞子さんの遺族が映画撮影のために出会った人たちの証言がその回答です。12歳で行った少女の思いを伝える家族の営みが続きます。